こんにちは、こんばんは。リザルトジャパンの月島です。吉岡です。ニーズです。いつもご視聴高評価本当にありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということで今回超すごいです、うん、こちらのね、はい、S660 に、はい、なんともう全部ね、あのリザルトジャパンのエアロをフルでつけたいという方がいらっしゃって、うんうん、その方の S6 今日一気に全部ねつけていきたいと思います。はい、ね、このアラバスターゆきくんの S6 なんですけど、ね、今日1個ずつつけていきます。まずはね、はい、リアバンパー、はい、最近ね登場しましたリアバンパー、そしてクーペカウル、うん、で横に見える、サイドスカート、サイドスカートで、その横にありますサイドエアインテークダクト、人気です、はい、でハードトップ、うん、ボンネット、そしてタイプ S、 あとは、GT ウィングリーガルタイプとアイライン、そしてね、なんともアラバスターゆきくんのこのご希望でサイドデカールドンと貼りたいということで、日の丸を背負っていただきます。はい、はい、じゃあね、もう早速取り付け作業入っていきたいと思うんですけど、何からいきましょう今回は。やっぱりね、ちょっと一押しのクーペからいきましょう。一押しクーペから。じゃあね、もう全10点、うん、デカールも入れて11点かな、取り付けしていきたいと思います。今回はこちらですね。このシ、ま、これは塗り分けなしのシルバー一色。じゃあエンジンフード開けて外していこう。4コマ漫画的な、なんか、なんか、はい、適筆、イエーイ。あ、拍手してくれました。装着。2本入れてしまえばこっちの思うのかな。ここが肝心。マグロスッとつくよ結構。とりあえず入った。うん。もうできたも同然ですね。これで棒立てる？立てます。はい。よ。はい、OK です。もうこれ8割終わった。イエーイ。いい、いけてる。真剣で。ちょっと前か。ちょっと前か。これギリギリする。ちょっと待って。はい、それでは最後にクーペカールの窓をつけて完成です。早いね。じゃあ次何行こう。お尻。お尻行っちゃうか。このままの流れで、じゃあ次リアワンパー交換します。イエーイ。はい、じゃあまずはリアバンパー、純正のリアバンパー外していきます。意外と S6 バラしたことないもんね。スイフト、私 S6 初めてです。あ、初録の、ね、バラすことなく、なんか我々2人で終わらせちゃってるね。クリアガンストだ。はい、クリスマー、はい、移植してみました。初の試み、はい、よ。あとは純正のフィットを戻していこう。はい、じゃあ次はハードトップをつけていきます。よっしゃ。まずはホロを外します。私もあんましオープンで乗ったことないんですけど、2回ぐらい。ああ、そうやね。あ、これね、これね。あの、聞こえたかな、今声入ったかな。アラバスターゆきくんのなんか推し、触って大丈夫ですか。おさわりを聞くようなみたいな。そう、なんか推しキャラらしい。これの絵文字持ってる。純正から外したゴムを、ゴムというかね、モールと、レールを使って、このね、ハードトップに組み込んでいきます。
はい、じゃあね、純正部品を組み込んだのでハードトップをつけていきます。よっしゃ、はい、はい、おい、いいね、はい、じゃああとは中のボルトを締めて完了になります。はい、ハードトップ取り付け完了です。ね、屋根とクーペがつながりました。すごい、ちょっと見て見て、この途中経過すごいよ、すでにいい、すでにいい。じゃあ次はサイドかな、どこ、ボンネット行っちゃう、ボンネット、あ、そっち行くの、大きいとこ行こう、上面終わらそう、じゃあボンネット、じゃあボンネット、じゃあボンネット、しぶしぶか、しぶしぶ、ごめんなさい、へこめとこ、極力ねおよ、ボンネットここからはボンネット変えていきます。ボンネット変えたいし、まあまあ他のパーツと同じく純正部品を移植していきます。おい、ボンネットです。ほぼ5分かかってない、かかってない、4分20秒ですよ。素晴らしい、さすがです。どうだ、どうだよ、喧嘩喧嘩、はい、はい、ボンネット何分でつけれるかなチャレンジ。もうこの時点で軽いから楽なんよ、さっきより。あーね、だいぶ軽量化、あの頭にかかる負担が違うこれマジだ、それは本当にマジですよ、楽勝だよ、すすすで30秒経過しましょう。30秒はきついんちゃうかなはい、ボンネット完成です。イエーイ、はい、あとはチリアを出します。はい、じゃあちょっと最後つけていきます。危ない、危ないのかなって、はい、はい、はい、タッピング打ったのでこんな感じでサイドをつきました。次はお顔バンバタイプ S をつけるということなので、こちらね、タイプ S、これがこれになってこれになります。新しいから軽い、軽いじゃない、硬い、あ、そう、怖いなぁ頑張れよーだ、もう上記を意した光景、連続作業だね、はい、はい、撮ったぞ、はい、適室、適室、じゃん、顔です。はい、でね、あのルイルイにね、タイプ S つけていただいてる間に私はキャッパーカバーをつけていきます。ファイティーン、ね、アラバスターユックはあのモディフル X の、ね、ホイールなんで、ちょっと一応適合は取れてないんですけど、さっき頑張ってギリ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 頑張って入る、うん、ということが分かったので、ちょっと入れてみます。推奨値は満たしてないが、まあいけるであろうという答えが出ましたので、ちょっとね、こんな感じで、はい、切ります。こっちはね、中をバラしていきます。手がもう一個欲しい、はい、お、さすがルイス手が来た取り付け完了です。イエーイ、かっこいいですよね。ちょっとこれホイールはめてみる、今日、ね、あ、ありありあり、はめよはめよ、ホイールちょっと重たいから、重たい、はめたい、隠れてるわ、このね、一応3ミリのスペーサーをつけることによって、はい、ちょっとあのやばいクリアランスからまあいけるであろうというクリアランスになったので、パツパツ中のパツパツ、おすすめはそこまではできませんそれだけど、よいしょ、まあまあつくであろうというか大丈夫であろうというぐらいにはなりました。ほら、こんな感じ、うわー、すごい、パツパツ感が逆にめっちゃかっこいいね、かっこいい、かっこいい、これすごい、チャレンジャーな方のみお願いします。やってみてください。推奨はしません、本当にあの推奨は絶対しませんからねタイプ S を装着していきます。
はい、お願いします。はい、はい、実はリザルト吉岡、腰を痛めて座りながら撮影しております。途中で年には勝てんなということが分かってきております。そんな中、順調にタイプ S シルバー黒塗り分けがついております。後ろを映したよね。ルイルイの、ルイルイ、ごめんなさい。手だけ見えてる。ユーティリティルイスになりました。最初、ユーティリティボックスで一個話があって、最初ね、私ユーティリティって言って何言ってるか分かんなくて、UTT だと思ったんですよ。あー、そうやな。で、YouTube 編集してて、ガチで UTT ボックスって書いちゃったんで、テラップに覚えてます。ね、で、これでいいですかって見せて、ごめん、UTT じゃなくてユーティリティやねんっていう話。はい、オチがなーい。どうしてもどっかで言いたかったから言えてよかった。今日は UTT ルイスです。 UTT ルイス、こんな感じでベースを貼ります。これは外から見た時に中がどうしてもボディ色になっちゃうんで、これを本間はまあ黒で塗ってくださいっていうような指示になると思うんやけど。はい、いった。はい、じゃあ本体つけます。じゃあね、一応ドア開けてる方が合わせやすいので、はい、完成です。はい、それではね、タイプ S ついたので次はねアイラインをつけていきます。これはもうねピットです。ピットぐらいやっぱ目なんで印象がすごい変わります。目はね、アイラインは本当にちょっとね、タイプ S をつけた方はセットでねつけてほしいぐらいですよね。そうだね、ゴリッと変わるんで。はい、じゃあね、これで一回引きで見てみると、はい、この違い、わかる？全然ちゃうから。いかつこっち、はい、これがついてる、これがついてない、正面で見るとこんな感じ。これウィンクしてる、これいいんじゃないですか、これはこれで。ウィンク、僕から次は GT ウィング、リーガルタイプ。リーガルつけまーす。今回はリーガルなんで、スワンと GT タイプと両方あるんですけど、オーナーさんが GT タイプをこっち、まっすぐの線だけ、まっすぐの線だけ GT タイプバージョンでつけていきます。さっき47号測っとく？ちょっとずれたかも。こんな感じで位置を決めています。月島戦車サービス、月島戦車サービス。お、ついにオーナーさんが首から、お、ボタンかけときます。これからハチマキとサイドデカールも貼るので、はい、その準備を月島さんがしてくれてて、珍しいですよね。私珍しい、本当に珍しい。明日台風。まず初めてこんなことしました。でルイルイは穴のね位置出しをして、ここから、GT ウィングリーガルタイプの穴を開けていきます。じゃあ新品のねクーペガールに速攻穴を開けます。翼面やね、翼面をつけたら一旦完成やね。足が変えた。はい、今回ねカーボンをチョイスしてます。シルバーでねカーボンってね合うよね。はい、これでとりあえずエアロは一旦完成しました。イエーイ。10点結局合計ね、キャリパーカバーもついてますね。ついたので、10点、うん、で、最後にねラインテープとサイドデカール、じゃあね、デカール関係で決めていきます。はい、ここをアブって入れてみたいかな、ちょっと。はい、そんな感じで、そんな感じで、どんな感じ。ラインテープ入れてます。こんな感じの、こんな感じ。はい、サイドデカール貼っていきます。一応込めちゃった。あ、こっち、こっち。で、バック大変あるから。やったことあるけどな、うん、俺もゼロからだ。でもまあ、やったことあるから僕はいや、大丈夫。喧嘩なんないよ。喧嘩。ちなみに動画撮ってますからね。あ、そう、えー
はい、じゃあデカール終了しまして、あやったー、何時じゃん、ででん、23時12分でございます。いや、よっしゃ、久しぶりにカメラを持った。そしていいんじゃん、これ久しぶりですね、デカール。これわー、いい、いい、すごい。スライドしてきたら結構ね、あのすごい感じやと思います。ねでね、じゃあ、せっかくね、はい、出来上がったので全体を、全体をね、ちょっとぐるっと見ちゃいましょう。紹介したいと思います。長らくご視聴ありがとうございました。ここからです。大詰め、一番いいとこです。はい、それではね、13時間の時を終えて全工程終了しましたので、ね、頑張りました。お疲れ様でした。お疲れ様でした、ね、せっかくなんでちょっと完成したこの見た目をというかね、全部一個ずつちょっとね紹介していきたいなと思います。はい、だいぶ月島さんもお疲れのようです。はい、じゃあまずね、はい、正面からいきます。ドーン、どーん、こんな感じ。タイペースリザボンアイラインです、うん、そう、このね、すごい、エッジのバキバキ感はやっぱりこの色ならではですよ、ね、シルバーならではですよね、うん、で、まあ、ボンネットは、カーボンフィンタイプで塗り分け、塗り分けで、まあ、はい、あの黒とシルバーと、ね、うんうん、赤なんですけど、この赤ラインは、はい、まあ、ラインテープ引いてるんですけど、うんうんうん、今回このね、先っぽのシルバーにはあえて入れずに、はいはいはい、赤いラインだけはね、この黒い部分、なるほどね、塗り分けの部分してみました、はい、このね、この角度、どのアングルからもかっこいい、すごい、どこから見てもかっこいいですよ、うん、で、はい、次キャリパーカバー、キャリパーカバーにも、まあ、なんとかついてるかなっていう感じ。え、試走してきて問題は、うん、ナッシングです。やけど、まあまあ、あくまでもまあまあ、まあまあ、推奨はしないぐらいの数値になってます。はい、あの勇気ある方だけやってみてください。うん、せやね。で、はい、こっからね、サイドいきますけど。サイドずらっと。ずらっと。このね、デカールも入って、ね、サイドスカートも入れて。そう。で、さっきと同じように、ここの黒い部分、はい、サイドの黒い部分だけに、なるほどね、スカートもね。赤いラインを入れてます。はい、これによって、まあ、はい、フロントからサイドまで赤ラインがつながるし、はいはい、つながりますね、プラスね、この車、内装がね、うん、全部赤で仕上げてるよね。うん、そうなんで、こういうね、はい、ワンポイントの赤、うんうん、こういうのがね、すごい効いてきます。このカラーリングがシルバーメインに黒と赤なんで、すごいまとまりが ね、うん、ね、3色ね、そう、ほんまきっちり3色って感じ、ね、うん、朝昼晩みたいな、ね、オーナーさんのこだわりもあって、はい、でサイドダクト、クト今回ね、穴は開けてませんが、そうです、まあまあ、バッド見はもちろん分かることもなく、うん、で、このね、はい、ハードトップか ら, ップからクーペのつながりからの GT ウィング、リーガルタイプカーボンです。ね、ちょっとカーボン散りばめてる感じがまたいいですよね。シルバーにすごい合うので、カーボンはよくね、ある高級車とかでね、カーボンパッケージみたいな、あるあるありますね、ありますね、ちらつかせていく感じでね、はい、で、まあ、はい、ね、ちょっとリアビューもね、こんな感じで、いや、素晴らしいよ、すごいかっこいい、やっぱシルバーかっこいいよね、シルバーはやっぱかっこいいです。もうね、関東弁になっちゃった誰ってなっちゃう。そうやろ、ごめん、関西弁に戻します。はい、戻してください、はい、で、リアビューですね、リアがリザバンになってます。リザバンの、リアリザバン、リアリザバンですね、リアバンか、ね、ちょっとね、月島さん、はい、このカメラのアングル見えてないかもしれないけど、はい、めっちゃかっこいいから、いや、こっから見てもかっこいいの大丈夫、こっから見てもかっこいいから大丈夫ですよ、うん、素晴らしいよね、このね、あの GT ウィング、うん、今回はね、GT タイプに、ね、そうですね、リーガルしたんですけど、このね、相性もいいですよね、抜群よね、デモカーはね、はい、そうそう、スワンネックにしてるんですけど、そうですね、で、FRP で、そう、デモカーとはちょっと違うイメージで、うん、またこれはこれでね、強そうな感じというか、かなり強いね、ね、強い、戦闘能力かなり上がりましたよ。そうで、先ほどと同じく、はい、リアのこのね、ラインテープですね、うんうん、これで一周ぐるりと、はい、赤ラインが揃いましたよ、素晴らしい。これはね、もう本当に本当にかっこいいんじゃないでしょうか、ね、はい、ということで今回は S660 にもうリザルトジャパンのエアロほぼフルでつけてみた、ご覧いただきましたが、いかがだったでしょうか。ちょっとね、ユーザーデモか、これ新しく誕生と言ってもいいんじゃないでしょうかという感じなんですけど、今回ね、来てくださった方、ちょっとナンバー見てもらったら分かるんですけど、熊本からね、わざわざ遠路はるばるリザルトジャパンまでやってきてくださったので、ちょっと先ほどから名前出させてもらってるアラバースターゆきくん紹介したいと思います。どうぞ。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ちょっとどうですか、見てもらって。なんかさっきね、あのお話しさせてもらって、あのもう夢だったみたいなことを言ってくれたんですけど。あ、そうっすね、まあ、自分がやっぱりその、はいはい、S6 のエアロつけるならリザルトとジャパン、はいはい、ということをやっぱずっと考えてたんで、はい、まあ、自分の性格がこう、はい、物欲がやっぱ強くて、はい、欲しいものは全部手に入れる手にそういった性格だから、はい、夢が叶いました。よかったです。手に入って欲しいもの手に入ってよかったです。またね、あのこれでね、あの熊本のスターにちょっとなっていただければなと思いますので。そうですね、もうこれで名前が売れます。九州でね、いっぱいリザルトジャパン広めてきてください。あ、いえいえ、ありがとうございます。今日はありがとうございました。帰りもね、お気をつけてお帰りください。はい、ということでね、あの今回ね、取り付けたエアロとかはね、リザルトジャパンオンラインストアで購入できますので、ぜひそちらからご覧ください。ご覧ください。ということで、この動画がいいと思った方は高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いしま す, お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね、またね、ありがとうございました。See you.